日産、アトラス日産、n t 四百五十アトラス三菱扶桑キャンター日産、n t 四百五十アトラス n t 四百五十アトラスは、三菱扶桑トラックバスが製造して OEM 供給し、日産自動車が販売していた小型、中型トラックである。車両形式は OEM 供給元の三菱扶桑トラックバス流の形式となるが、日産での車内形式は、 日産アトラス2トン系の形式が引き継がれ、H44 型となる。日産が販売するアトラスのうち、最大積載量2から4トンクラスのアトラス20系がモデルチェンジされ、車種名を NT450 アトラスへ改名、ベース車両が3代目、4代目のイスズエルフから三菱不装、キャンターへ変更された。8代目キャンターに対して、 エンブレムやデカール類で違いがあり、特にフロントフェイスに関しては、フロントグリル上の右側に、社名エンブレムが配されている。また、発売当初、エンジン進化型エコカー、ピュアドライブの車種となっていたこともあり、両側のフロントドア下に、ピュアドライブエンブレムが装着されていたが、2016年7月の一部仕様変更で、ピュアドライブが廃止されたため装着されなくなった。 特装車の二大仮想メーカーは以下の通り、ありがとうございます。